はい、どうも、寺子屋さんに寺子屋さんでございます。今回はですね、ワード、編集記号について解説していこうかなと思っております。Excel の次に使うのが、ワードなのではないかなと思いまして、ワードの動画を出そうと思っております。では、編集記号についてですね、いろいろやっていきたいと思うんですが、まず、スタートボタンを押しましょう。基本的に文字を書くときには表示されないんですが、ボタンを押すと表示されるもの、これが編集記号というものになります。まずその編集記号を表示するボタンっていうのは何なのかっていうところなんですが、左上のですね、ホームタブの中の、段落の中のこれですね。この U ターンの矢印みたいなのと、右に行く矢印。ここにあと編集記号の表示、非表示っていうものがございます。これ一回オフにさせていただきまして、例えばこの空白についてっていう言葉の下、何の変哲もないように書かれておりますが、これはですね、いろんな編集の仕方で、表示されてますよっていうところを意識してほしいんですね。で、空白なんですけども、文字と文字の間の空白っていうものは、基本的にスペースボタンでやることが多いと思います。そのスペースボタンを何回押したのか、で、その押し、スペースを空けたのが全角なのか半角なのかっていうことですね。普通にやってしまうと、一回、ね、やった人はわかるんですけども、違う人が見たときに、これどれぐらいスペース空いてるのかっていうのがわかんないですよね、パッと見。その時に、この編集のですね、記号を表示するっていうものをですね、表示するっていうものにすると、こういうふうにですね、出てきてわかりやすくなるんですね。この四角のボタンが全角のスペースで、空白を空けましたよっていう意味になります。これですね、印刷するとき出てきません。あくまでもワードで編集したときにどういうふうに編集したのかっていうのが分かるように、なっている機能です。このね、ホームの段落の右上のこのボタンを押すと出てくると。全角だと四角形、半角だと点点点という形で点で表せますよと。点を何回、半角でですね、どれぐらいののスペースでやってんのかっていうのが分かるようになってきます。はい。で、これが空白の編集記号というものになります。次に、タブというもののですね、編集記号です。タブを押すとですね、文字3つ分、全角の文字3つ分ですね、スペースを置いて、一定間隔でスペースを空けることができますよと。いうことですね。こういう一定間隔のものを使ったときに、印刷するときは表示されないんですけども、どういうふうにこのスペースを空けたのか、スペースで空けたのか、タブで空けたのかっていうのが、分かるようになっておりますよというところですね。これがタブの編集記号です。次にですね、段落というものについてですね、やっていこうと思うんですが、例えば、文字書きましたよと。で、文字書いて、段落って文が一つじゃなくて、そこの、セクションっていうか、その塊は、これのことについて喋ってますよっていう、ものの一塊のことを段落っていうふうに言います。一段落つきましたよみたいな。とりあえず、ここまでやりましょうか。ここまで話しましょうか。みたいな。一つの文じゃなくて、一つの話のまとまりのことを段落。で、どこまでが段落なのかっていうことを表示するのが、この右のですね、U ターンの、U ターンというか、エンターを押した時のですね、矢印になりますよと。これはですね、このホームの段落の、この編集記号の表示、非表示を押しても変わりません。
まあ、ただその編集の概念としてこのエンターマークがあったらここまでが一つの文の塊なんだなっていうふうにワードは認識しますよっていうところを覚えておいてください。この段落以外に文を一つずつですね下にずらしていく、いわゆる改行をする場合、行改行をする場合には違うマークが現れますよっていうところもですねイメージしておいてください。じゃあ次行きましょう。次にですね、アンカーというものについてですね、お話していこうと思います。例えば、文にですね、図形を挿入した場合、なんか、たまに複雑になっていることありませんか？例えば、この図形の下を消すと、図形が消えるみたいな、現象が起きたりとかすると思うんですけども、要は、それが、ですね、その行と図形が、どういうふうに連携しているのかっていうのを表すのがこのアンカー記号というものになります。はい、例えばこれをですねここら辺にですねアンカー記号を設定するとそこの下のやつを消すと図形が上に上がっていくなんていうね、ニュアンスになったりとか、あとはこの上ですね、上で消していくと上についていくとかで、こう書いたときに、書いても図形が押し出されないとかね、いろんなそのニュアンスを伝えることができます。このアンカーについてはですねちょっと複雑なところがあるんですが、まあ、この文字とですね図形がどういうふうに、リンクしているのかっていうのをですね、表すのがこのアンカー記号という形になります。なのでまずはその、まあ、図形となんか書いたのが連動するんだな、その連動しているのを表すのがこのアンカー記号なんだなっていうふうにですねイメージしていただければと思います。はい、で、次行きましょう。次に行区切りというものになります。はい、これに関しては段落なのか単に文を一段ずつずらしていくのか言葉を一段ずつずらしていくのかっていうものが行区切りということになります。はい、で皆さんこんにちはっていう一つの文をどっかからぶった切るというものですね。この下に当てる印になっているのはただ単に下にずらしただけですよというものになります。で、まあ、例えば皆さんこんにちはっていう文があったときに、普通にやると、段落扱いになってしまうんですね。エンターを押すと。そうしてしまうと、編集するときに段落扱いとワードは認識して、変な形になってしまいます。これもですね、また違う動画でやっていこうと思うんですが、その変な形にならないためにですね、段落ごとに分けられないようにですね、シフトを押しながら、エンターを押してください。シフトを押しながらエンターにすると、1行ずつの認識になりますよと、段落ごとの認識になりませんよっていうところイメージしておいていただければと思います。はい、次行きましょう。セクション区切りというものなんですけども、文の性質が変わりますよっていう区切りになります。はい、まあ、これもただこの横書きに書くんじゃなくて途中から縦書きにしたいとかね、段組みをしたいとかね、そういう特殊な形にしたい場合にこの一つずりでやってしまうと、それを挿入することができないんですよね。それを表すのがこのセクション区切りというものになります。まあ、どういうふうにやるのかということなんですけども、例えばこっからちょっと文の性質変えたいなという行を選んでもらって、レイアウトを選んでもらって、でレイアウトの中のページ設定の中の、区切りというものを押してください。これで、セクション区切りっていうものがあるんですけども、このセクション区切り次のページから開始というようなものをやってもらうと、表示が出てくると思うんですが、よいしょ、ここで、ですね1ページの性質は終わりですよと、
違うページからは違う性質のものになりますよっていうように表すことができます。これがセクション区切りというものになります。一旦戻りましょう。で、戻ってですね、この次絵をやりましょう。次、段区切りというものがありますよと。で、段区切りっていうのは何なのかってことなんですが、この画面を見ていただくと、左側の文字と右側の文字、いわゆる1ページが、2分割になっているのをお分かりになりますでしょうか。そうですね。A4 のページの左側と右側、別のですね、行として、まあ、列っていうんですかね、Excel で言うならば、いう形ですね、分かれてますよと。左側は左側で書けるし、右側は右側で書けるよと、ような形になっています。で、この左と右を同じ分量を書くっていう必要はなかったりとかすることってあるんですよね。左側はちょこっとだけ概要を書いて右側に本文書くみたいな、そういう書き方をしたい場合にですね、ここで、段は終わりますよ。っていう風にですね、付けたい場合、これを段区切りという風に言います。これももちろん印刷でですね、セクション区切りと同じでですね、印刷には表示されません。で、編集するときに、これでここまでが段区切りなんだっけみたいな形でですね、理解する上で、必要なマークになりますよと。編集記号になりますよというところですね。ここら辺難しいので、また実際の例を実際のワードのやり方を見ながら学んでいっていただければなと思っております。はい。一応段組っていうものはですね、このレイアウトのですね、この段組っていうボタンを押してもらえればと思います。そう、1段なのか2段なのか3段なのかみたいな形でですね、いろんなその1ページに対して何段書くのかみたいな、指定をすることができますよと。普通に書きたいんであれば、この段組の1段というふうにやれば、1通のですね、ページになりますよというような形になります。はい。ここまでがですね、まあ、編集記号。ワードってどういうふうに編集されているのかっていうのが他人が見てもわかると、いう形になります。この編集記号をちゃんとね、覚えて表示できるようにしておけば、で、例えば上司から仕事が流れてきた、先輩から仕事が流れてきた、これ、スタイル変えないでいじっといてっていうふうに言われたときに、どういう編集の仕方してるのこの人はっていうのがね、本当にわかりやすくなってくるので、ぜひね、こういうような表示があるんだよって、表示の仕方は、ホームの段落の右上の編集記号の表示、非表示だよというふうにですね、覚えていただければなと思います。はい。ということで、この動画がためになったという方は、高評価。そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。